はい、皆さんこんばんは。9月19日、しゃべくる松代、今日の担当は片桐です。今日19日は敬老の日、岸くも昨日は長井市会議員の投票日でございました。候補の皆さんはそれぞれ、いろいろな思いを抱いて、皆さんに訴え、定員の皆さんが当選され、また行政に参画されることになるかと思います。そんなことで、松代地区にも少子高齢化の波がご多分に漏れず押し寄せてきています。そんなことから、議員の皆さん方には福祉社会、老人に優しい行政をやっていただきたいと、こんなふうに願う今日このでございます。さて、前置きは長くなりましたけども、今日は、長野市立松代公民館の館長さんであられます小山清さんをお迎えいたします。どうぞ一つよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。早速ですが、皆さん公民館という活動についてはですね、それぞれご存知の方があるかと思いますけれども、改めてここで、復習をしながら公民館のご理解をいただきたいと、こんなふうに思っております。まず松代公民館というのはですね、長野市立ということでございますけど、その辺の取り組みはどんなになっているでしょうかね。それをお話しいただければと思いますが。はい、松代公民館は全国の公民館あるいは市の公民館と当然連動しておりましてね、まず公民館の目的ですけれども、これは社会教育法の第20条というところに目的が書かれておりまして、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各授業を行いまして、その授業を通してですね、住民の、松代で言えば松代住民の教養の向上、教養を高める、それから健康の増進、そして3つ目には上層の潤化を図ると、これが大きな目的で、その目的のために公民館の事業を展開していくということですね。それが柱になっているわけですね。そうするとこれ長野市では一応障害学習課が一応その、関係の部署というか、ね、そうですね、障害学習が、監督官庁ということですね。はい、それで松代地区においてはですね、各地区に分館が置かれていますよね。はい、7つの分館が置かれておるんですけれども、この関係はどんなふうになっているんでしょうかね。一応松代の公民館が本館、はい、そして残り清野、それから西条、豊坂、東条、寺尾、松代、そして西寺尾、7つが分館ということですが、それぞれ分館長さんがいますし、はい、それから主事さんもいるということで、立場としてはね、対等の立場で、それぞれ主事さん、分館長さんを中心に独自の活動をしていただくと、ただ協力し合って行う部分がございますので、例えば公民館中心にある健康ウォークだとか、はいはい、あるいは成人式だとかね、そういう時には分館長さん、主事さんを中心に分館から大いに協力をしていただいております。また分館で修理をするような場合、いろいろ壊れたとか傷んだとか、そういう修理の場合は全て本館を通して修理をしていただくようになっています。これは市の予算で、市の予算でやっていただくと。ですから各分館の個々の事業ということですけどね、そういったのは予算も盛り込んで分館独自のいろんな行事をしているということになりますよね。
はい、そうすると、まあ、あれですよね、あのいろんな特徴があると思うんですけどね、この7つの文化の中にちょっと変わったような、あ、このこんな活動をしてるんだっていうのは、なんか変わったって言いますかね、例えばね、めぼしいものがありましたら、例えば、ね、あの西条の文館では元旦マラソンっていうのをやってますね。あと多くの文館では、市民運動会ですね、これはほとんどやっておりますし、はい、あと盆踊りをやったりとか、はい、あるいはあの地区のスポーツ祭みたいなのをやったりしてますね。あ、そうですね、はい、まあ、あのよりしても公民館っていうのは地域のと密着した活動といいますかね、そうですね、そういうことが主な仕事かと思いますけどもね、はい、まあ、そうしますとなかなかあの公民館活動というのはいろんな事業があるんで、館長さんとしても真城地区全体をこう見て、連携を取りながらやっていくということになるかと思いますけどね。それではその次にですね、館長さんもまあ、この公民館長になられて何年ぐらいってことですかね。はい、私はまだあの、はい、昨年の4月に、なったばかりでして、まあ、1年、じゃあ1年半ばかですね。半ですね、はあ、まだまだ慣れなくて、いやいや、皆さんにご迷惑をおかけしているところですが、まあ、なかなかね、あのたくさんの仕事がありますもんで、はい、一気にはといかないと思いますけれども、あの前任の倉林公民館長さんとの関係といいますか、そういうことは何かこう引き継ぎといいますか、そういうことはあったんでしょうね。ええ、あの当然あの事業の引き継ぎ、あるいはあの管理運営面、あるいは公民館に携わっていく上での、はい、あの当時は倉林先生も館長さんも元気でしたので、引き継ぎをやって、またわからないところではね、あのその都度 お聞きした部分もありますがね、しかしながら、まあ、残念ながら先生亡くなられてしまったので、ね、そうですね、本当に残念です。はい、栗林先生は何年ぐらいやられたんですかね。栗林先生は3年、あ、3年ね、やられましたね。はい、わかりました。それから次に移りたいと思いますけどね、まあ、公民館の主な事業、先ほどもちょっと触れましたけどね、まあ、そのことに、じゃあフリップでこれね、お話しいただければと思います。ここに載っておるのは全部ではないんですけれども、講座では成人学校で6講座、これはちょっと出ておりませんけどもね、この下に、主に独自講座で4つ、海津 大学園の郷土史家、これですね、はい、これはあの年間に10回やっております。10回ね、ここに書いてある通り10回、はいはい、それから市民講座、こちらです。こちらもあの年間10回としてあの実会ね、講義をしていただいております。その他独自にはここにありますように春やったんですが、陶芸の講座だとか、あるいは、携帯の安全教室、それから人権ドア教育も3講座、あるいは仲良しのぼかし作り等々行っておりまして、お願いした講師はね、ざっとあの33名ほどになっております。多岐にわたってですよね。そのこの講座のほかにですね、はい、授業としてはあの先ほど申し上げましたけれども、春の健康ウォーク、うん、秋にはあのスポーツ祭、公民館のスポーツ祭、全体松戸地区全体のスポーツ祭ですよね、はい、それから正月過ぎには成人式がございます、うん、それから冬にはあの軽いスポーツ、室内の軽いスポーツ、軽スポーツを行ってます。また年度末には文化祭も行ってますけど、ね、うん、できるだけあの目的、公民館の目的であるあの教養の向上、健康の増進、うん、あるいは情操の順化ということでね、やっぱりね、それらを
まあ、求めてやっておるところですね、はい。まあ、それでも年間というか、あの一番大きな事務としてはやっぱり成人式でしょうね、これ ね、 そうですね、まあ、あの真代地区全体で行われる事業としての一つとして、まあ、これはあの正月ですよね。昔はまあ15日成人式が、ね、決まっておったんですが、はい、最近はもうその近辺の土日ですか、そ う、 です、ね、そういったり利用して、決められているというのが現状でありますよ ね、 そうですね。まあ、他地区では皆さんよく集まりやすいということでお盆とかね、そういう地区もあるかと思いますけど、真代地区はやはり、従来からの正月15日ねということですね。はい、ありがとうございます。それからまあ菅さんはちょっと個人的なことになってきますけども、まあ、菅さんとしては長い間学校教育に携わってご苦労をいただいてきておりましたけども、今回公民館館長さんとしての、まあ、また違ったこれ社会教育といいますかね、そういうその思いはどんなことになるでしょうかね。はい、私は小中学校の教員でしたので、ずっとまあ学校教育と、うん、取り組んできたわけですけど、まあ、学校教育から今度は公民館での社会教育ということですが、はいはい、なかなかその子供の扱いと大人の扱いっていうことでね、難しさを感じております。そうでしょうね子供のようにね素直に聞いてくれないからなかなか子供のように、はい、子供のところをこう言うようにパッと怒るわけにはいかないしなかなか難しいところですね、はい。以前ね、学校にいた時にね、避難訓練をやった時にですね、ほうほうほう、その消防署の方が避難訓練の指導に来てくれたんですが、うん、その方がお話ししてくださった、まあ、ちょっと職員にだけですけども、ね、お話ししていただいたことがうっと印象に残るんですけどね、その避難訓練が一番上手なのは小学生だったんですよ、うん、その次に上手なのは中学生、うん、その次は高校生、うん、一番まあ下手くそなのは大人ということで、ね、まあ、なかなか結局そうですね、やっぱり素直じゃないってことですよね、そのことがね、実際にこう例えば公民館でね、いろいろお願い事や、あるいは、ご依頼申し上げることがですね、なかなかスッとやっていただけないと、受け入れてもらえないということが一番の悩みの一つですよね。そこらがね、はい、それから今一つですね、その館長さんは自然観察といいますかね、はい、それについて大変興味があっていろいろやってらっしゃるようですけども、どんな活動っていいますかね、ことをやってらっしゃるんですかね。うん、春先にですね、市民新聞にも載ってたんですけども、はい、つまぐろひょうもんっていうね、南方系の蝶をさなぎ、さなぎじゃない、幼虫からね、育てて、それで展示しておきましたけども、ね、公民館の玄関のところにね、それで孵化させて、はい、話してやったと、うん、それは何月ごろ孵化するんですか。今もね、孵化しておりますが、だいたい春から10月頃までは、あ、なるほど、長いんですね、順次がね、入れ替わり立ち替わり孵化していますよね。ああ、そうですか、はい。まあ、それからまあその、ね、トリッキングとかね、そういったホタル観察のね、そういったことなんかもいろいろやっておられるようですけども、多岐にわたってね、ご活躍いただけるのでいい趣味ですよね。やっぱり自然、今のこの環境に優しいって言いますかね、そういうことを大事にしなきゃいけないというあれですよね。そうですね、はい、いろいろとありがとうございました。あ、何かまだ、あと大紫につきましてのね、はいはいはい、今年は特によく発生したということで、いろんなところで見させていただきました。そうですね、ちょっと私も今まで、あまり関心なかったもんで、患者さんにちょっとご案内いただいてですね、見たわけで、やはりね、あれ拡張ということでね、まあ、大切にしていかなければいけないんじゃないかと、こんなふうに思っておりますよね。はい、ありがとうございます。時間ももうわずかになってしまいましたけど、最後にですね、せっかくの機会ですから、
このマシュロ公民官報というものについてですね、年何回発行されて、現在どんな活動されているかちょっとお話しいただければね。もう当然お手元に届いておるわけですけども、これが9月1日号に出ました。9月1日号の506号であります。年4回出しておりますので、ぜひ目を通していただいて、たまたまここのテレビ局の宮坂さんが編集委員長になってね、やっていただいております。そんなこともありますが、ぜひ官報を見ていただいて、そしてできるだけ私どもも、松代の身近な情報を取り上げて、そして発信してまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今日は大変お忙しい中、しかも祭日ということでですね、お休みのところをご出席いただきましてありがとうございました。どうも失礼いたします。ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。来週のしゃべくり松代ですけれども、19日、今日ですね、26日なんですけれども、ね、はい、片桐さん、また連チャンで、連チャンでパーソナリティ、はい、ご苦労さんです。これもね、八代線のね、この問題がありましたもんで、私は松代テレビでこの、ね、そうだね、プロジェクトの担当だったの で、 そうです、ね、これ逃げるわけにいかないんでね、そんなこと言っちゃいけない、ぜひね、やりたいと。それでね、ゲストは、松代地区住民自治協議会の会長さんであられます、中島海城さん。この中島さんとはね、八代さんについて今度3回目になりますかね、この松代テレビ出ていただいたのね、そんなことでじっくり、その思いをね、特別番組30分、そうですね、時間も延長して、ちょっとね、この間の、8月25日の文化ホールでの集会のこともありましたので、ね、その映像もね、ちょっと交えながら、お話しするということでね、ちょっと時間を拡大して30分ということで、通常は7時から7時15分、そうですね、来週は7時から7時30分までということで、そんなことで一つよろしくお願いします。ご期待ください。来週楽しみに。松代、あなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。